みなさん、こんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は、経営科学出版の提供でお送りいたします。キャスターは私、高家直人。三橋貴明です。三橋 TV は、三橋貴明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。はい、また三橋経済塾の宣伝からなんですけど、はい、こっちの QR コードですけど、前回取り上げたこの平和主義は貧困への道、はい、台北従属の爽快な末路という本を書かれた佐藤健二先生がですね、4月にゲスト講師としてお越しになられます。三橋経済塾に。で、大体絶望する話するんだけどね。そうなんですか。そんなことないよ、そんなことないよ、はい。ということでございます。今日はですね、ブログからちょっと入りますけどね。はい。よ。これは2月12日のブログ。憲政史上、最も日本国民の消費を減らした総理大臣。で、誰だって話。誰だ。今やられてる、まあ、安倍総理ですね。安倍総理なんです、はい、だからこういうこと書くんだけど、はい、でもこれね、なんだろう、ただの事実ですから、うん、まあ長くやってるって線もあるんだけどね。でね、消費ってその何が大事かというと、消費の金額よりも消費の量です。量、はい、例えば、まあ、米1合、100万円だったかいな、1000円でしょうか。米1合1000円ですと。で、米1合がインフレ 100% で2000円になりました。1000円から2000円になりましたと。そしたら消費の金額が2倍になってるんですよね。はい。はい。でも、米1合変わんねえじゃねえかと。うん。で、どっちが大事ですか？消費の金額と消費の量と。量？量に決まってますよね。ウェイジにしちゃうじゃないですか、うん。ということで、この消費の量のことを実質消費って言うんです。で、さっきの1000円が2000円になりましたと。量買ってないけど、物価倍になったから1000円が2000円になりました。これ消費金額ですね。名目消費でもいいんですけどね。ということで、この実質消費をグラフ化したのが、まあ、このブログに入ってますけどね。これでございましてですね。これ2001年以降の実質消費について、前の年と比べてどうですかっていうのを見たものなんですけど、驚くべきことに、21世紀に入って以降、日本国民は、大体実質消費を、まあ、1年前から減らしてるんですよね。はい。まあ、時々プラスになるんですけどね。で、これ、リーマンショックはここですね。リーマンショックの時も 2% 減りましたと。2% 弱ですね。これ分かりますかね？ 2011 年。実質消費が減った。いつものやつ？違う。これは、ね。震災？そう、震災。東日本大震災。でも普通、こういう落ち込みの後って、反動でプラス化するんですよね。1年前と比べるから、1年前がすごく落ち込んじゃったら、普通はある程度戻すわけ。震災の後も戻ってますよね。はい。ところが。ああ。はい。もういいですね。はい。これ安倍政権。13年は良かったんですけど、そこで14年にスカーンと、なんとリーマンショックとか、東日本大震災を上回るマイナスになった挙句、戻んないんですよ。今まで戻ってたんだけど、よくね。戻らないままずっとマイナス。これね、誤解しないでほしいんだけど、実質消費のマイナスが続いているので、減ってる。こういうことそういうことなんです。そういうことなんです。これ大体年比で見てるから、なんとなく増えてるように思うかもしれないけど、減り幅が減っただけです。この15年以降っていうのは。こういう状況になっちゃったんですよね。すごいでしょ。で、これなんでかというと、なんで14年に実質消費減ったんだろう。まあ考えるまでもないんですけどね。はい、はい、どうぞ。消費増税。もちろん消費増税ですね。消費増税以外の何の理由があるんだという話なんでございます。ということで、大体ね、2012年、まあ野田政権の時ですね。まあこんだけと比べると、直近の18年の昨年ですね。昨年の実質の消費は、だいたい 7% 強落ちてますね。これどういうことかというと、コウケさんは2012年にパンを100個買えたの。はい。今92個しか買えないってことです。貧乏になってるんです。貧乏になってる。で、これ平均だから、日本国民総じて貧乏になってるんですよ、ということなんですね。はい。ということで、安倍総理は、おめでとうございます。あなたは日本で、最も国民の消費を減らした総理大臣です。文句なしです。ナンバーワンです。長いっていうのもある。普通はね、こんなことになったらね、政権が変わるとかね、総理交代になっちゃうから、うん、だからこんな続かないんだけど、見事に4年、5年、6年、7年、8年と5年連続で減らした。はい。これ問題としてない方がおかしいでしょ。うん。
だって、まあ、形成催眠っていうその政府の目的からしてみたら、国民が豊かに暮らせるようにすることが目的でしょと。で、あなたはって総理ですけど、総理は減らした。減らし続けている。と、こう考えると、なんでしょう、消費増税のね、影響ってすごいですよね。うん、戻らないんですよ。戻らない。はい、普通反動で戻るんだけど。じゃあ19年にまたやっちゃったら同じ感じで。なるでしょうね。はい。それでさ、しかもそれは続くんです。だから、どこまで落ちるんだろう。85% ぐらいまで下がるんじゃない？最終的に野田政権と比べたら。超貧困化ですね。うん、はい。で、まあ一応、まあ総理の名誉のために言っとくと、減らした人は今、いました。でもさっき言ったように、変わっちゃうんですよ、政権が。うん、だから、その総理一人がずっと減らし続けたっていうケースが今まであまりなかった、ね。なかった。はい。あるいはリーマンショックで落ちましたって言っても、翌年とか回復するから。だって、対前年比で比較してるんだから、超落ち込みがあった後っていうのは普通回復しますよね、多少は。それがないんですよ、消費税は。ということで、私は、だから安倍政権は、まあ、経済政策失敗したって言ってんだけど、なんかね、いろいろ面白い人たちがいまして、はい、特に財務省の御用学者たちが面白いんだけど、なんかね、もう笑っちゃう人でなんだけど、高家さんはもう、名目賃金と実質賃金ね、今度は賃金ね、消費じゃなくて。違い分かってますよね。なんとなく。名目賃金って給与の額面です。はい、もらってる給与の額面。でもね、例えば、給料が 5% ずつ上がっていったとしても、物価が 10% ずつ上がっていったら、これどうなりますってことです。マイナスになっちゃうじゃないですか。それを実質賃金の下落っていうわけ。で、その実質賃金の下落がこれ引き起こしてるの。で、この実質消費の下落が所得の縮小を抑えちゃって実質賃金下げてるって面もあるんだけど、まあ、いずれにしても原因はこれだろうと。これ、14年なんだよ、14年と。そしたらね、すごい、なんでしょう。私に笑われるために記事書いたんじゃないのってですね、すごい人がいまして、まあ、土井武郎さんですね。はい。慶応義塾大学の教授、経済学部の教授です。この人ね、厚生労働省の不正統計あったじゃないですか、ね。はい。あの後ね、こんなこと書いてるのね。2014年4月に消費税率が引き上げられた後、まあ、賃金の伸びが低かったとされるが、最終形前よりも最終形後の方が、2014年の賃金上昇率は高かったことが明らかとなった。賃金上がってんだって、14年。はい。うんぬんかんぬん書いてるんですね。で、これ、土井さんが載っけてる資料、データそのまま持ってきました。はい。したら、まあ、これ赤が最終形後で、青が最終形前なんだけど、まあ、あんまり変わんないじゃないですか、どっちみち、傾向的には。で、確かに14年は上半期も下半期も、対前年比で、対前年同期比で、プラスになってるんですよね。うん。なんだなんだって、給料上がってんじゃないか、消費税増税してもと。うん。で、これは名目ですから。ああ。実質は違う。実質はこうなんですよ。これ。全然違う。そう。これ、青い方はさっきの土井さんが作ったデータと同じです。まあ、同じデータ使ってるから同じになるんだけど、これ実質賃金です。もう13年からね、下がり始めたんです。これ理由はね、円安で輸入物価上がったからですね。物価上がったけど給料上がらなかったんで。それどころじゃない状況になっちゃった。14年。消費増税で。なぜか。消費増税って強制的な物価の引き上げじゃないですか。はい。でも給料そんな上がんなかったんで。つまりね、逆言うとこっちのいいな。この時期の給料多少上がってますけど、経営者がやばいなと思ったんですよね。で、安倍さんも消費税上げるから給料上げてくれっていろんなところに頼んだから多少上がったんですよ。全然物価の上昇に追いつかなかったの。物価つか消費税率の上乗せ分ですね。結果、こんな悲劇的なことになっちゃった。お給料も上がってたけど、それ以上に物価が上がる。上がる。それはそれで強制的な物価の引き上げだもん。はい、ということで、なんと、14年、上半期と下半期は、料金ともね、マイナス 3% 近い、1年前と比べて、マイナス 3% 近い下落になったんですよね。で、まあ、実質賃金、その後、ここ16年は多少プラスになったんだけど、これわかります。これも笑っちゃうんだけど、名目賃金の上昇率を実質賃金の上昇率が上回ってるんです。物価下がったね、この時。物価下げて実質賃金上げてどうするんだって話なんだけどね。で、まあその後ゼロなんですけど、これ明らかに消費増税の影響ですよね。はい。もうこれはね、首をかけていいですよ、私は。もしこれが消費増税の影響じゃないって言うんだったら、私言論活動やめてもいいですよ。ということで、消費税の増税ってのは実質賃金を引き下げちゃうと。で、安倍政権が実質賃金下げたって問題してるんだけど、私は。それはもう最大の理由はこれなんです、明らかに。消費増税なんですよね。ということで、今、安倍総理のその政策、経済政策によって、我々の実質賃金大きく下がったじゃないかと。これは、理由は消費増税だっていうのを国民が理解しないと。ということは、いや、
あの、その、さっきの同意さんのね、これを論調に従って、こっちか。従って、いや、2014年の賃金上昇率は高かったことが明らかとなったって、こう印象付けられちゃったら、あ、じゃあ別に消費増税してもいいんだと。いうことになっちゃうんです。だから、今の安倍政権の実施賃金の下落についてね、いや、なんか、なんだっけ、なんか、社員が増えたとかね、新人が入ってきたとか、なんかわけのわかんないこと言ってる人いっぱいんだけど、それ名目賃金の話だろうって置いといても、とりあえず実施賃金を消費増税、増税が一気に引き下げたら間違いないんです。国民を貧困化させたんだから、だから今年の10月の消費増税はやっちゃダメですよねっていうのが正しいレトリックだと思うんですけど、どう思います、うん、そうだと思います。思いますよね、普通に。逆に今、安倍政権の実施賃金の下落は別に社員が増えて就業者が増えたからって言ってる連中がいるんですよ、バカな連中が。じゃあここ一気に就業者増えたの？そんなバカな、そんなバカな、どう見ても消費増税じゃないかと。いうことで、その消費増税によって実施賃金下げたんです、安倍政権は、ね。まあ他にも理由があるけどね。就業者関係ないんだよね。というのをちゃんと認識した上で、今年の10月の消費増税をやめましょうって話をやんなくちゃいけないんだけど、就業者が増えたからこれ下がっただけだよってことになっちゃったら、別に増税していいってことになっちゃうじゃん。ということでございましてですね。というわけで、さっきのオチはね、これね、土井さんの、統計不正は経済実態の正確な把握を妨げたり、政策判断を誤らせたりしかねないだけに、今後は再発防止が不可欠だ。お前も変な統計マジックやめろって言うんです。お前だ、政策判断を誤らせてるのは本当に、こんな図出しやがってと。出すんだったらこっち出せよと。これ見たらどう考えたら消費増税がダメだとわかるでしょということなんだけど、まあこういう統計マジックを使って増税を推進するっていう、まあ土井ちゃんも御用学者。っていうような感じで、これが日本でございますのでですね。まあ、要は消費増税が実施賃金を引き下げたみんなを貧困化させたという事実を踏まえて、次の増税に反対しましょうと。それで就業者がどうのこうのとかバカなこと言ってんだけど、だったら増税したっていいじゃないかって話になっちゃうでしょうと。そのぐらいの知恵働かせようよっていうお話でございました。はい。まだ間に合うんですか？間に合います。本当ですか？うん。4月5月ですね、最終判断は。ギリギリ。ギリギリ。うん。はい。だからそこを超えちゃったらもう多分ダメなんで、それまでに止めなくちゃいけないんですよ、というのをご理解いただきたいと思います。で、なんか野党が、最近実施賃金の下落について突っ込んでるんですけど、下手ですね。ん？だってこの図使ってほしいわけ。はい。はい。これ、誰がどう見ても消費増税でしょって話になるから、増税止めやすいと思うんですけどね。うん。でもこういう図作らないんですよ。統計が苦手みたい。あ、そう。野党って。でも、そういうスペシャリストというか、の方、うん。いないですね。あ、残念なことな。一番統計を大事にしているというか、統計を活用する政党が共産党っていうですね、悲劇でございますね、我が国は。はい。でもね、結局デフレの問題って、物価が下がることよりも、それ以上のペースで賃金が下がっていって、実質賃金が下がってみんな貧困化することが一つです。他にもいっぱいありますけど。はい、とりあえず、だから、前回の話の続きで、新しい政党は、実施賃金を重視しなくちゃいけないと思うんですけど、うん、これ反対する人いますかね？いないと思います。いないと思いますよね。あなたの賃金を実質で引き上げますよって言ってることなんです。で、実質賃金。まあ、この時は消費増税で下がっちゃったけど、中長期的には実施賃金って二つの要素で決まるんです。二つあるんです。一つ目が生産性。生産性。はい。要は一人当たりの生産量を拡大すること。これ生産性の向上ですけど、これがイコール実施賃金の上昇の一つのパターン。はい。二つ目分かりますか？結構簡単なんだけど、言われてみたら。え？実施賃金を決める二つ目の要素ですね。実施賃金を決める。何ですか？労働分配率。つまり、企業が利益を稼いで、何パーセント給料で払いますかですね。はい。あ、社員さんに。社員さんに。だから、ここもね、ここも、例えばこの時に企業が、まあ、生産性の向上起きてなかったとしても、根性を出して、いやー消費増税でみんな生活苦しくなっちゃうだろうから、労働分配率を引き上げようと。利益残なくてもいいやってことで、労働分配率を上げてくれたら実質賃金下がらなかったと思いますね。で、それやんなかったんですよ。うん。まあ、多少は名目増えたんだけど、実質賃金引き上げるほどの労働分配率の上昇は全く起きなかったんですけど、これなんででしょう？実はね、これね、つでみさんのこの日本が売られるの方ですね。こっちと結構絡んでるんですけど。なんで企業は消費増税で物価強制的に上がっちゃって実施賃金下がるに決まってる。もう分かってたんですよ。それを社員のために、それを防ぐために、自分たちの利益を、自分とか経営者がね、企業の利益削っても給料いっぱい増やしてやると。それで消費増税乗り切ってくれってやんなかったんでしょうかね。
要は労働分配率を引き上げなかったのかっていう話なんです。できる状態じゃないとかじゃなくてですか？そんなことないです。なぜかというと、特に大手企業とかは輸出によって営業利益膨らんでましたから、輸出拡大で、うん、円安だったから。円安だと外国で稼いだポンドとかユーロとかが日本円の額面にすら跳ね上がるんですよね、はい、ということで利益はあったんですよ。なのに、はい、でそんなバカだと思うかもしれないんだけど、その何よりの証拠に第二次安倍政権が始まって以降、企業はひたすら預金を増やしていってます。なのになぜ？要は預金を増やすってことは余裕があるってことじゃないですか、はい、それでも実質賃金のこの下落っても事前に分かってたのに、ミスミス見逃して労働分配率の上昇には、ね、踏み切んなかった。結構経営者の方はこうなるって分かってとか、誰でも分かると思いますけど、だって消費増税って強制的な物価の引き上げだから、うん、私が給料を上げてあげなかったら物価だけが上がるから実質賃金下がるでしょと。なんでなんだろう、これはね、要は企業に影響を与えているのが誰ですかってことなんですよね、はい、つまりグローバル投資家さん、株主、うん、だから今の日本っていうのは特に大手企業がそうなんですけど、例えばいや消費増税でみんな貧困化しちゃうからこのままだと、まあしたんだけどね、それを防ぐために我が社だけはもう利益削りまくってでも給料を上げますと、だって 5% 上げてくれたら給料をそれならこれ起きなかったですよね、うん、でも実際上がったのは 0.3 とか 0.8 か。だから実質賃金暴落しちゃったんだけど、でも我が社は 5% 上げるんだと。やったら、そしたら利益減るじゃないですか。当たり前ですけど。まあ、要は給料が増えちゃうから利益減るでしょ。そうすると株主が怒る。怒るんですか？なぜかというと、私のところに出すべき配当金の原資を削りやがった。それを社員さんにやったみたいな感じってことですか？まあ、要はその株主のために社員に犠牲になってもらったという言い方もできますよね。あるいは利益がこう膨らんでいくと、要はね、その、なんでしょう、自社株買いっていうのができるんです。で、自社株買いを企業がやると、その市場からその会社の株式が少なくなっていくから株価上がるんです。うん、つまり、株主が自分の配当金、自分の株価、株の価値、自分の金ですね。この最大化を求めてるんです。最大にしろと。ということで、企業は、消費増税で明らかに従業員が貧困化するのが明らかだったにもかかわらず、その、給料の大きな引き上げっていうのはできないと。いうことで、で、利益を増やして、それで配当金どうぞ、つって。自社株買いで株価上がりました。いいでしょうって言って。あとは内部留保で現預金みたいな感じにやってるんですよ。まあ、それがね、なんか結局、まあ、日本の政治とか、企業が誰のものって話なんですよね。それは日本国民のものじゃないのと。言いたいところなんだけど、うん、まあ、この鶴見さんがこの日本が売られるで見事に否定してますけど、違いますね、今は。今は。グローバル投資家とか、グローバル企業とか、要は金、金、金っていうふうに思っている人たちのための国家であり政治になっちゃってると。うん、企業もですよね、うん。これを変えなくちゃいけないんです。結構大変なんですけどね。うん、これどうしたらいいでしょうね。どうしたらいいんですかね。実は結構簡単で、それは選挙で政治変えるしかないですよね。で、グローバル投資家も、グローバル株主とかも、あるいは、グローバル企業も、数少ないですからね。少ないんですか？あ、だって、せいぜいグローバル投資家とか言ったって、日本国内で見ると100万人いないじゃないですか。うん、で、有権者7000万人ぐらいいるじゃないですか。だから、有権者とかが本気になって、その、大企業優先とかね、そういう政策を変えさせようっていうような形で動き出せば、つまり、こう、鶴見さんね、こう日本が売られるっていうのとか、あるいは佐藤さんのこの平和主義は貧困への道とかを理解して、正しい政策をやるための政治を求めますっていう形で動き出せば余裕で勝てるんですよ。勝てるから向こう側はマスコミを使うんですね。はい。ということで、マスコミによって国の借金で破綻するとかですね。あるいは、その企業の利益が少なくなっちゃったら、株主が逃げて株価暴落するとかですね。まあ、いろんなレトリック使われてるわけなんですよ。ということで、これがまあ、一つの現実なんで、どう考えてもこれ。まずいよね。19年の10月にもう一回これありますよね。はい。あるいは20年の上半期まで続くと思うので、この状況で本当に消費増税するんですかって、絶対やっちゃダメですよっていうような声を出していかなくちゃいけないと。さっきも言いましたけど、まだ間に合いますから。